見た時は桜を助けてくれーしろーとかナインライブズかっけーとかロワイアスからのベルレフォーンかっけーとかで頭がいっぱいでそれどころじゃなかったんだけど、冷静に考えたらこのシーン辛すぎないか？ここでためらったら死亡。所詮1週間以内の付き合いよ。あっしろー。この時はセイバーが邪魔だったから。原作ではスパークライナーズハイ？ダカの殺し合いルートがあるんだったか。ヘブンズフィールはいろんな要素詰め込まれててすごい。このシーンやるならトウとかやってたらお辛さが加速するしな。UBW のセイバーが可愛かったから余計に辛い。メインヒロインだから当たり前なんだけどセイバー消えるシーン全部いいよね。私の剣を使わないのですか？プレイヤーとしてはセイバーには何度も助けられたけどヘブンズフィールの素人的にはそこまで思い入れあるかなって思ったとこ。まあ半分メタ的な要素ではあると思う。まあ序盤は助けられてるわけで。クーフーリンやヘラクレスに襲撃されたり命の恩人ではあるでしょ。ヘブンズフィール映画ではさらっと流されたから畜生。まあその前のルートのアニメで散々やったからそりゃそうなんだけど。当たり前だけどゲームプレイヤーは、セイバールートやって約束の地での再会を夢見て、遠坂ルートやってセイバー鬼杖で真のスペック発揮する格好いい王を見て、それでここに来て見捨てるんだよな。桜の味方だからな、躊躇せず行かないとね。スレがシーン収録終了後に耐えきれずにたまたま出口付近にいたキノコに挨拶しつつ即スタジオを後にした川澄さん。ヘブンズフィールセイバーはそもそも自分と一緒に行動してくれてそのまま洗脳されちゃったとかもあるから自分が巻き込んだ負い目もある。最初ちょっとためらう感じの演技したら監督から、この時のシローはもう覚悟決まってるからためらいはなしで、ってボツくらった杉山さん。ここ取った後言葉少なに帰ったという川澄さん。声が穏やかだったんですよこの時。このシーンでためらったらバッドエンド直行だけど、まずセイバーに心底失望されるのが一番きつい。スパークスライナーハイも好き。一番頼れる味方だろうと別ルートならぶっ殺すのは間違いなくステイナイトのいいところだと思う。ヘブンズフィールの中だとスパークランナーズハイが一番好きかもしれん。スパークスライナーハイだ、二度と間違えるな。好きならちゃんと覚えろ。好きならことごとく単語間違えんなよ。スパークス。ライナー、はい。このシーン辛くなるの前ルート2個やってる積み重ねもあるからな。鉄の心エンディングといい、スパークスライナーハイといい、シロー、初めて、あなたを憎んだ、といい、ヘブンズフィールは心に残るバッドエンドが多すぎる。今でこそセイバーオルタは受け入れられてるけどヘブンズフィールで出てきた時はショックで悲しかった。ステイナイトのオルタは内面ほぼセイバーマンマだったがな。あの時は良かった、消滅してないんだったら後半でセイバーを助けれるな、と思ってたんだ。そう思ったのは俺だけじゃあるまい。1、この腕を振り下ろす。2、セイバーを助ける。当然助けるよな。迷わず振り下ろした。強敵を生かしておく道理はないよね。セイバーが影に飲まれた時の絶望感すごかったな。記憶もかなり曖昧になってきてるしせっかくだから一生読み直してくるか。逆に俺はヘブンズフィールのオルタには興奮した。俺のセイバーが、一緒に戦ってきたセイバーが敵に、しかもなんか黒くてトゲトゲしてる。セイバーオルタは、強くなりましたね。シロー、がほんま辛かった。私の剣を真似ないのですか。シロー、はちょっとキュンとする。最初はセイバーにとどめさせなかったのは俺だけじゃないはず。2ルートやってからのあれだから、そりゃ助けようとしちゃう。私の剣は真似ないのですか？ってあれ単なるオルタの未練を表すだけじゃなく、プレイヤーにとってはステイナイトや UBW の夢の名残なんだよな。セイバーに殺されるバッドエンドは印象深いのばっか。でも個人的に一番印象深いデッドエンドは一斉にやられるやつ。片付きヒロインは殺し合いが条件。つまり一斉はヒロイン。一斉のバッドエンドは俺も真っ先に思い出すわ。実は結構シローキルカウントを稼いでるセイバーさん。オルタも破産も驚きの黒さ。たまには FGO でもそんなダークなとこが見たかったり。今じゃジャンクフードをモキュモキュ食べるイメージが強すぎてな。スパークスライナーハイは分かっていてもバッドエンド選ぶよね。あの場面限定の BGM と熱い文章でふとした時に見たくなるエンドだな。スパークスライナーハイは、エンド、だって言ってるだろう。条件反射。ヘブンズフィールで一番衝撃的だったギル様のご活躍が今から楽しみです。
切る。まあ待て、あれは俺の活躍と語るには程遠い。というか俺は基本的にラスボスとして立ちはだかる存在が最も似合うのだ。そら、わかったらセイバールートかゴーハラではあるが UBW で俺の活躍を堪能してくるがいい？UBW での英雄を追って、おのれおのれ、おのれ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 。たわけ、死ぬつもりなどもうとうないわ。踏み止まれ、ゲロウ、俺がその場に戻るまでな。なんでさ、ヘラクレスを王の財宝で圧倒するシーンとかちゃんとあったやろ。なおイリアへの仕打ち。ヘブンズフィールにおけるセイバールートとの表し方が全てを表しているよね。あれは、好きなエンドです。セイバーを助けるを選んでその後の展開で軽く絶望したのは今となってはいい思い出、震え声。キュー、セイバーは助けられないの？リン、セイバールートをやれ。1、この腕を振り下ろす。2、セイバーを助ける。ここに選択肢を用意しておく禁止類は鬼畜だと思いました。いやまあ選択肢あることで感情移入度は高まるんだけどさ、高まるんだけどね。その選択肢、本気で悩んで5分ぐらい固まってたよ。助けるを選んで、死ぬほど絶望させられましたけど。セイバールート、リンルートと共に駆け抜けた、最後の最後にこの選択肢だもんね。何度でもこの選択肢は立ち止まるよ。FGO から始まった人には絶対にわからないけど、実はネタバレ事項めっちゃ多いよね。8番目のサーバントギルガメッシュ。セイバーオルタの存在。新アサシンの存在。日常の象徴、桜、まさかの魔術師。特に優秀だったのは、監督役のコトミネ神父まさかまさかの黒幕。これに尽きるな。何？コトミネ神父のテーマは、一目でわかる黒幕キャラ、ではないのか。そのくせして、シロウに一番身のある言葉を与えてくれるんだよね、この人。セイバーがアーサー王だとかアーチャーがエミアだとか、今では当たり前だけどこの状況何年前からなんや。これを忘れてた。アーチャーの正体。アニメ組にとってはそれら全部ゼロでネタバレされてるからなぁ。よく、アニメ組が、ゼロの方が本編より面白い、つうけど、そりゃあんだけネタバレされまくってやそうだろうよって感じ。世界をひっくり返すような驚きの展開の連続こそがステイナイトの醍醐味なのに、そのほとんどが事前に判明した状態じゃ面白さ半減どころじゃない。ありがとう。お前に何度も助けられた。ここでかなり来るものがある。誰だって最初は2を選ぶ、俺もそうした。ルールブレイカーでどうにかなると思いたかったんだ。あそこの選択肢は振り下ろせないやろ。やろ。反転しても白う相手には敬語を使うというのがまたもうね。おそらく、お前に何度も助けられた、は白うの言葉であると同時に、エミアの影響も腕から受けてる上での言葉だろうな。スパークライナー杯なのは知っているけれど、ランナー杯ならともかくライナー杯ってどういう意味なのだろう。サーバントイコール協会記録隊、ゴーストライナー、とランナー杯をかけてるとか？スパークスライナー杯、なんだよなぁ。ランナーズ、杯と混同したんじゃろうね。言葉遊びじゃね。初見の時普通にここでバッドエンドを踏んだのは私です。知ってたよ、ここで殺さないといけないことは、でも、俺にはどうしてもできなかったよ。パソコン版やった時なんでハッピーエンドもないのにこんなことしなきゃならねえんだろうってこのゲームの全てを憎んだな。マルチエンド方式なのに死に別れ一つしかエンディングないってほんと。パソコン版出た当時、ヘブンズフィールが不人気だったのはここのシーンがあまりに辛い、という意見もあったからね。ユーザーの感情の揺さぶり展開がそれだけうまかったんだろうけど。このルートのセイバーってこの後どうなるんだろ。カムランの丘に戻ったら黒かも解ける。ゼロの時に一回聖杯ゲットできずに戻ったのと似たような理屈で戻る矢印、そういう夢を見てた感覚でまた新しい召喚機会を待つって塩梅じゃないかね。ここは悪いが死んでもらうしかないからな。最初から全ルートいけないゲームあるあるだけど、センターヒロインのルート最初にやる都合、後のルートで出番なかったり場合によってはこうなるのすごい悲しい。なので全部終わった後にラストエピソードが見れるのが最高なんですね。スパークスの直後に聞こえる獣のような方向。確か川澄さんはこの収録の後、そのまま落ち込んで自宅に帰ったんだよね。それだけセイバーに感情移入して演じてたってことよね。恩人だし知人を殺すのは辛いけど、でも上でも言われている通りプレイヤー側の辛さはヘブンズフィール以外のルートありきの辛さだよね。
むしろ原作での激重な重要シーンを劇場版アニメではさらっと流したなという印象がある。劇場版ヘブンズフィールは映像美と全体的な完成度は文句なしだけど、こことかことミネとの殴り合いとかを筆頭に原作での細かい、ここ好き、ってなる格好いいポイントをかなり大量に外してるからね。まあ、そこは後から原作やっても楽しめるようにということなんだろうけども。皆さんは、劇場版ヘブンズフィール3章のセイバーのこのシーン冷静に考えたら辛すぎないか、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。